皆さん起きていますか？お正月プレゼントの時間ですよ。ということで、この時間のプレゼントはですね、ギフトの総合プランナー澤瀬からとなっています。澤瀬オリジナルギフト5000円相当の食品詰め合わせを5名様にプレゼントとなっていますよ。では早速中身を見ていきましょうね。コーヒーのブレンドセットと紅茶、それにベニーズワイガニの缶詰セットも入っていますね。まあ、その他浜乙女の海苔の詰め合わせ、丸愛のふりかけセットなどなど、以上の素敵な商品いずれかを5名様にプレゼントとなっていますよ。これ嬉しいですよね。さあ、澤瀬ではただいま初老還暦お祝いセール開催中となっています。また新しいお店、澤瀬リオワールド SC 店もよろしくお願いいたします。ということで、この時間のプレゼントはギフトの総合プランナー澤瀬から、澤瀬オリジナルギフト5000円相当の食品詰め合わせを5名様にプレゼントとなっています。さあ、受付時間はこの後午前5時55分、午前5時55分となっていますよ。皆さんからのご応募お待ちしています。こちらからは以上です。皆さんとかとのパイプがあって、いろんな人が呼べたり、そのもっと前の川島さんやその神田さんの頃は大物ゲストとかを呼んだりとか、そういうことができたら話が聞けたというけど、こういったそれを全部自分でやってきてるからね。自分でライブハウスに行って、そこの人と仲良くなってるとか、プロモーターの人と仲良くなって、本来技放送が呼べない人のところに行って、こいつがマイクを向けてでと聞いてきたインタビューのやつを編集して、それを自分の番組で流すっていうのは僕らはできんかったもん。っていうか、やらんかった。そこまでせんかった。それっていうか、それが僕らのターゲットじゃなかった。でも彼はそれをやるから、今もうすごいいろんな人たちの、アーティストと仲いいはずですよ。そこはね、でも迷った部分があって、一緒一緒やねん。ミニラと僕一緒やねん。何も一緒やないやないか。現職つながりしかないですよ、宮本さんとは。黄色い服大好きっ子みたいな。津山で現職といえば2人です。いや、そうは言うけどね、私も考えてやりましたよ。プロジェクト愛っていうアイドルが不毛って言われた時代にありましたね。ちゃんとね、あのプロモーションがあったら名古屋に行って、インタビュー取って、ちゃんとやりましたよ。でもそれはちゃんとやりましたよ。好きだからやった。会いたかったもん。あなたがでしょ。いや、だから炭竈くんも一緒だよ。会いたかったよね。まあ基本はそれですよね。最初はそこからあるんですけど、僕は好きな音楽伝えたいっていう部分があるんで、僕もあの綺麗な子伝えたい。そこは一緒。じゃあこういう子伝えたいです。だから、あ、そうそう。だからトイ君のあの好きなプロレスのね、人にインタビューどんどん行きましょうよって言われても、僕はあ、ね、あ、そう、だからプロレスラーとか結構来たで、うちの番組。今橋本とか、あの国会議員の派生とかも来たよ。ああ、そうだよね、ほら好きだからでしょ。それはあのずーっとあちこちにお願いしとったら降って湧いたように、でもそのあちこちにお願いっていうのが別に企画とかそういうことではなく、好きだから。ああ、そう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 。だから要はそういうところでやると全然違うじゃないですか。もうライブハウスもそういう音楽方面でしょ、アイドルでしょ、そうするとその曜日に好きな人が集まるから、それこそあの狭き深きっていう部分じゃない。そうか、だから鼻からまんちゃんや俺が好きだと思ってる競馬とかプロレスっていうジャンルは相手にされないジャンルなんだな。そんなこと誰も言ってないし。そういう意味では炭竈とか宮本さんがやってたそのアイドルとかジャニーズとかいうところは広く浅く皆に支持されてる。そうなんだ。それだってまずアンダーだもんね。ってこちらが言うとね、難しい部分があって、それは本来別にやらなくてもいいとこと、いや、やらなくてもいいとこじゃないですか。他といてももう売れていくわけですから、でもジャニーズにしてみたらね、そうそう、そこをラジオで伝えてる番組がなかったんですよ、僕の中で。聞きたい、そんなコアなことが、しかも身近だしね。そうそう、身近だし。ラジオでやってるって、あそこでやっとる、あの人がっていうね。だこれがあの、だって競馬とかが、あの中学生からもう OK ですってなったら、むちゃむちゃ聞くと思うよ。あ、それはありますよね。ギャンブルお金かかるでしょ。しかも、おい、まんちゃん、ちょっと、嘘、人形、あ、もう一点買いするわ。もう、でもまんちゃんのせいでみんなそのやつ買っちゃうんですよ。もう、5から流してみたいな、もう。いや、でもね、本当に僕、岐阜ラジオずっと大好きっ子だったんで、ちょっと今日ね、昔の宮本さんのサインとか持ってきたとして。お、宮本さんサインや。懐かしいぞ。岐阜テレビチャリティー裁判ですよ。90年。
90年ですよ。12年前か。これからもよろしくって書いてあるわ。全然その後よろしくしたか。よろしく全然してもらってないですよ。ラムで。だってそれに値することされてないから。逆に土井さんたちのオーバーワーク手伝ったりしてましたよ、ね。オーバーワークのサインやな。懐かしい。これ土井さんとかね、宮本さんがやって見えたコントグループがね、あったんですね。若気のイタリアだったんですか。僕すごい頑張って仕事してたんですけど。5人の乗ってるわ。これはレアですね。まあちょっとおまけにハローさんのサインなんか持ってきたね。懐かしい。ハローリクエストハイウェイですからね。すごいね。友和さん。友和さん。平成2年、10年前や。普通にファンだったんだなってのがよくわかります。だけどいろいろ聞いてるから、いろんな人の番組の癖とかもね。そうですよ。僕だってはなくても知ってるだろうからね。おいさんのね第1回目から聞いてますからね。ちゃんと。生徒証持ってるこれ。これはねちょっとマニー話で誰にも分かんないですけど、ね、分かんないよこれ。僕がやってた予備校の生徒証ですわ。そうなんですよ。ヤン予備って言ってね、ヤンスタ予備校を使ったんですよね。懐かしい。気持ち悪い。まあね気持ち悪い。持ってる。僕すいません熟成なんで、うん、あのよかったらトシさんからメッセージなんかもらいますよ。マジで何で書いてんの俺。何年ぐらい前のやつ。ね、これだから10年前で、うん、ヤンスタ予備校入学おめでとう。おめでとう、うん、これからもよろしくだ。よろしくだ。うん、だっていうの戸井さん癖でしたよ、ね。あ、そうそう。僕今パクらせてもらってますから、ね。本当だ。って言ってましたね。あ、それパクリっていうのはリサイクル。リサイクル。エコですからね。ネタでもなんでもリサイクルしてる。エコロジーですからね。あ、そうそうそう。はい、うん。まあね、あの頃バンドやってたんでバンドの調子はどうだとかいうふうにね。あ、なるほど。気遣ってるじゃないですか。いや、いい先輩ですよ。なるほどなるほど。すごいじゃない。気遣ってるじゃないかって自分で言う先輩もどうかと思いますけどね。マジで。本当に。まともに気遣ってないからね、実は、ね。プロデューサーですからね、僕たちのほら。いや、言ってみたらそうなのよ。僕二人。デビューさんちゃんさんとスミ君の2人金貨キッズって言ってね、金貨キッズに対抗してね、金貨キッズっていうのをね肩にリス乗せてね、こいつらは喋れないけど、ね、肩に乗ってるリスが通訳で喋ってくれるとか言ってたんで、ね、踊りましたね2人で。ねレコーディングも CD レコーディングとかもしたよね、はい、3人でレコーディングしましたね。しかもカラオケボックスで僕の機材ね、僕の機材。なるほどね。ありましたね。まあまあ今、はい、そういう意味ではね、あの君ら二人はあの言ってみたら深夜放送の今後全部ね、うん、背負って立ってもらわなあかん人たちですから。うん、まあ実際背負っとるわけだしね今ね。まあそうだね。背負っとるわけ。どうもやろ。いや、まあ、夜にないし、ね。僕は朝ですからね。うん、もう別物やと思ってますから僕、うん。朝の番組と夜の番組は絶対別、ラジオとはいえ。お全然違う、うん、誰も同じって言ってないね。なんだ自分の中でなんかね、うん、そうそうそう作って見えますよね。いやあのねファックスをいただいてます。もうあと5時間にわたってお送りしてきました。いつもどこでもラジオが大好き、復活ヤングスタジオ。もう20分だと思ったね。あのファックスいただいてますよ。ふわくんたるい町のかずこさんから、先ほどの宮本さんの意見私も同じです。あこんな風に喋るの久しぶりや。ラジオとか聞いていて最後はその人の人柄に惹かれます。それで今度も聞こうって思います。ファックスとかすぐその時考えていたことを送れるけど結構緊張して書いてますよ。トイさん皆さんとても真剣に考えていてラジオに取り組む姿勢がすごいなと思いました。はいね、人柄ですよ。だトイ君の人柄にあれだけの人が。これはね、もう長き何これがファックスのいいところですよね。今話したことをすぐこうやって届く。はがきだと怖いか、うん、ねえねえファックスに、書くことも真剣に書いてますよっていうふうに僕お叱りを受けてますけども、うん、ねああファックスでもね、はがきに比べてファックスの方が僕は簡単に書けると、うん、簡単に書くためのメディアやから機械やからねファックスは、うん、ある意味だからはがきと比べたらその後の、和子さんがラジオを愛されてること分かりますけども、うん、一度じゃあの僕の番組でいいんではがきに向かって僕の番組に送ってきてください。おもろいこと書いてどのぐらいエネルギーがいるか。いや和子さんはあの、うん、人柄に惹かれるって感じ、うん、じゃあ僕の人柄に惹かれないのであればあの宮本さんの番組でもいいけど宮本さんやってないんで気づいてラジオていうかどこでもラジオやってないんでラジオ捨てた人なのになんでここで喋っとるんやラジオの番組やらしたら復活やからやラジオなんかやっとらねえわって出てた人やろよう言うわ。どんだけ今欲してると思う。もうラジオおいおい元旦初日から岐阜放送かよって言ってやってたんだろ。何をどんだけ嬉しかったか。あそう今泣くのすごく我慢してる。涙出そうだもん。さすがポスト徳光全然違う。頑張れバラチン。いやいやでも本当に、うん、あのラジオは言いたいことが言えるじゃんね。確かにね。テレビはまず時間がある、うん、あ CM 何秒入りますよ、はいはい、
でラジオでヤンセやってた時ってパッとチラッと見ると、うん、もうコーナー盛り上がってると、うん、もうトークバックって言って耳から聞こえてくるね、うん、これからディレクターさんが言うんですよ、うん、CM 飛ばそうとか、はいはい、このコーナー来週回しとか、うんうんうん、それができたのがやっぱりラジオだし、そうですね、うん、まあこれが面白いか面白くないか別としてね、うん、自分のなんかこう伝えるものってそれができるからラジオっていいなっていう、そうやね、それだけ怖いけどね、みんなテレビもやったことあるからさ分かってると思うけど、うん、テレビのロケとか行っちゃったりするともうロケで撮り終わったらもう僕らのもんじゃないよね、あの作品はもうディレクターのものになっちゃうね、うん、勝手に編集されたり、こんなとこでこんな音入れるなよっていうような俺がディレクターだったら絶対こんな選曲はしないっていうような趣味のある音楽ボンって入れられて、それで僕がはいというわけで行ってきました、どうぞ、アホか、俺の作品では何でもないよそんなのディレクターが出てきて自分で喋れそんなのって思っちゃうんだけど、ラジオはそういう意味ではたとえ編集でも僕は立ち会えるし自分で分かるからね、うん、テレビは分からへんもんな、ね、テレビでやるんやったら生中継以外やらんほうがいいね、僕はそう思うね、僕は好きだよ、この人は何でもやる、この人は何でもやって器用貧乏になればええねんな、うん、器用貧乏じゃない、なんや、そこの中で生きていく道を探す、これほど難しいことないんだよ、うん、難しいね、わがままで生きていくことほど、うん、簡単なことはない、生きていけれたらいいけどな、生きてっとる、うまいこと今のところはね、うん、まあ散るぞ散るぞこのままで、だからこれを分かってる人に早く拾ってもらえなかったんだよね、いやでも今は難しいね、難しい、やってね、そうそうそう、やりたことやってんの、もうてっちゃん見ててそう思うもん、うん、ね、どうですか、うん、いやいや、うん、でももうこの後、うん、そうありませんけども、うんうん、あ、僕らもうそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたよ、うん、なあ、まああとはだから本当2人に任せてやな、うん、僕らもだからお呼びがかかれば夜やってみたいでしょ、やるじゃないですか、もう思えすか、深夜は年に1回やりたい、年に1回か、さっきさ2年って話してたじゃないですか、2年サイクルで、あ、2年サイクルね、あれすごい分かるなと思って、ほら2年サイクルって何、2年経った時に、うん、3時間ぐらい前かな、やる気が、はい、どうのこうのやる気うんぬんじゃなくて、うん、もう限界を感じる時ってありますよね、2年経った、それの繰り返しやったで、それを繰り返していくじゃないですか、うん、だから確かに2年サイクルで何かあるといいのかなって思って、俺もう毎回の放送終わった時はもうあかんと思ってたよ、うん、2時間半なら3時間とか喋ったと、うん、あ、もうあかんわ、もうこれではあかんって思いながらの、毎週毎週やった、うん、こういうのないですか、そうやって思って後で自分の登録聞くと、あ、登録聞くと結構いいなとか、あ、なんかオンエア通して聞くとまあノリとしてはいいなみたいな、喋ってる時は全然絶不調だなと思いながら、がっくしして終わるんですけどね、まあ、あるな、うん、それもある、難しいところですね、ラジオのだからね、うん、ラジオ聞いてる皆さん、それからテレビをご覧の皆さん、はい、ラジオなんとなく、あ、なんかおもろいな、おもろないなって思っとるかもしれないけど、うん、やっとる方結構マジでやってますよ、そうなんですよ、これは本当共通してね、うん、力抜いとるつもりは一切ない、ない、抜けとる時があるね、あかんやないか、抜いとるつもりはないけども、うん、結果的に抜けて待っとる時があると、そう、我慢しとるのに出てまう時あるでしょ、うん、あんな感じ、なるほどね、うんうん、まあ、だけど聞いてる側の皆さんの心持ち次第なような気がするんですよ、今後のラジオって、うん、絶対なくならないメディアであるし、なくしてはいけないメディアでもあるんだけれども、うん、まあ、じゃあテレビが絶好調かって言われたらね、うん、テレビだっていろいろもう趣味の細分化によって多チャンネルでわーってなってくるでしょ、うん、で今度デジタル化されてうわーっていろんな番組が広がったら、皆さんが選択するセンスに関わってくるわけですからね、うん、センスのいい人ばっかりが暮らしとればいい番組ばっかりバーってチャンネル合わせてくるかもわからんけど、そうでない人がおるんやったら合わさんよ、ずっと、それもラジオに見えることや、ね、みんなチョイスする能力に長けた人じゃないと、本当に自分の見たい番組、聞きたい番組に巡り合えん時代が来る。これさ、うん、じゃあJリーグのトト宝くじだっけ、なんだっけ、うん、トト、ええ、あれみたいにさ、うん、改編ごとにやるってどう、怖っ、このタレントさんが抜けるとか、うんうんうん、それをね、もうとっととにしちゃう、だからずっと番組を聞いてないと分かんない、うん、最近ちょっとおもろねえなって言うと、うん、この人抜ける可能性でかいじゃん、組織票とかあったらどうですか、そしたら1点が、何いいね、組織票あったらどうですか、いやいや、票数じゃないの、判断するのは要するに、まあ言ってみたら川内千山みたいに、岐阜の偉い人が
隅がまあかんな味がね。それ痛いですね。いきなり5人抜けとかいうのは結構いいですね。全員変わるっていうのはね。ほらみんな真剣聞くでこれ。そりゃそうですわね。あー、Jリーグもだって最初そのこと考えてなかったんだよ。でもくじでっていう、あれは進行でしょ、うん、そうそう、スポーツ進行や ねでしょ。お金足らんからね。だからラジオ進行として組み入れるんですよ、うん、おー、それかもからね。あとはね、あとはね、やっぱり今一番若者の間で一番使われてるのが携帯電話じゃないですか、うん、はいはい、この携帯電話をなんとかしないことには、ラジオにしてもテレビにしても全部そうですよ。昔面白かったものたちが今どん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 面白くないっていうような言われてるの敵になってるの全部携帯電話なんで、うんうん、その携帯電話をなんか使わせないようなことしなかった。電池を抜く。なんでやねん。えらい古典的やないか。そういうことではなくて、あのなんかそれこそなんかあの交通違反したりするとその携帯電話が重なるとかね、そう買えなくなるとか、そういうシステムをどん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 作っていかないと。今時宮本さんそんな重い携帯電話持ってるのって、大きいカタカナかけたやつしょうがないで、この前ずっと中金で持ってかれたもんで、ずっとこれが1ヶ月間これ使わなかんねやとか、うん、そういう風にしてやらんとかんのじゃないかなと思うな、うん、携帯電話、うん、携帯か、まあ強いのよ意外とね、うん、難しいな。難しいですわ。でもまあ何してもそのヤンスタって言われると、大体ファックスも今日はいっぱい届いてなかったので、ね、はい、なかなか紹介できなくて申し訳ございません、うん、あの坪井さんっていう声ですね、はいはい、やっぱりまあ代表する、はい、で今日はね、本当は来ていただくはずだったんですが、ですがどうしても都合がつかないという、はい、今もうこの時点で判断、うん、はい、そうですね、でもここで聞かないわけにもいかない部分があるので、うん、はい、本当にちょっとなんですが、ちょっと聞いていただいて、当時の、うん、あ、当時の、はい、坪井さんのヤングスタジオの、テープが残っておりまして、よー残ってましたね、はい、それをちょっと聞いていただきましょうかね。改めましてこんばんは、坪井のりおでございます、11月3日文化の日は、僕はあの中ショッピングセンター、鏡ヶ原の方、鏡ヶ原というのが本当ですかね、鏡ヶ原じゃなくて鏡ヶ原の方へ行ってまいりまして、どうもあのたくさん来ていただきましてね、本当にまあ押し合いへし合いで、大変でありましたけども、どうもありがとうございました。もう本当に狭いところでございましたけどもね。で、なんかこういうハガキが来ておりまして、鏡ヶ原市ソハラの方ですね、のりお君をますます好きになってしまった高2の女の子ゆみちゃんですね。のりお様を見ました、見ました。何を見たって、それはのりお様の素敵な顔でございます。11月3日文化の日、中ショッピングセンターに来たでしょう。のりお様も有名になったものです。ありがとうございました。野口五郎郷ひろみのようにファンがキャーキャー言って、どうもありがとうございました。ずーっと書いて、あの日は、うん、強く抱きしめてキスをしてくれなかったのでとっても残念ですって。君は何を考えたんですか。ああいうとこで君はできるわけねえでねえか、あんなたくさんいる中でまだ泊まりにいらっしゃい、君だけ一人だけ。そういうことで本当にあのたくさんね、サイン会と書いてありまして、みんな手にサイン色紙を持ってきてくれたんですけれども、あれはあの書き間違いでレコード買った人のサイン会ということで、僕も大変なんかあの辛かったんですけども、ああいうシステムになっておりまして、どうもすいませんでした。またあの普通のサインは別の時にいたしますので、その時また来てくださいね。でサインが欲しいばっかりに、俺1枚持ってるけどもう1枚買っちゃったなんていう、大変な方もいらっしゃいますけども、どうもあのありがとうございました。もう本当にたくさん来ていただきまして、またいろんなところに行きたいと思いますけれども、さて今日も元気よく楽しくやっていきたいと思います。たくさんおはがきをいただきましたね、今度こそ君が読まれるかどうかということでありますが、有名になりたいコーナーもこちらにちゃんとたくさん控えております。それからもう一つ、今日は一宮の夜の替え歌コンクールをやりたいと思います。いよいよ君たちの作品、君たちが電話でカラオケに乗せて歌うという、大変発表会が今日から始まるわけであります。11時以後、11時の最初の頭からやってみたいと思います。どうですかね、まず1曲目はこの曲でございます。どうコーナーとか全然わかんないけど、聞いてて、はい、心地いいですよね。あー、テンポですかね、うん、なんか自然に入ってくるっていうか、はい、耳障りのいい声ですかね、うん、で、あ、何やってんだろうって入っちゃう。あ、うん、はいはいはい、だからまあ人によって違いますよ、うん、だ英語喋って、うん、ベベ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 ベって言ってるのが、わからんわっていうのがお母さん方でしょ、うん、はいはいはい、だけど若い子たちなんかは、うん、あ、かっこいい、うん、でもこれは分かれるんだけど、うんうん、やっぱ坪井さんはやっぱ天性のやっぱ声の質もあり、うん、でやっぱりとにかく企画力もあり、もう僕はもうほとんどそうだと思いますね、うん、坪井さんに関しては。でも坪井さんは、うん、僕はね CBC の方でよく見るんですけど、はいはいはい、本当にずっと耳に、ね、ラジオしてるんですよ、びっくりするぐらいね、話さないんですよ、ラジオ、うん、あのもうパソコンとかでもそのすぐも情報をねあのあれだけ常にアンテナを多分しない
貼ってないとってことなんですか。貼ってないと貼れないのかなって。坪井さんってお会いした方みんな写真撮られるんですよ、うん、そうそう最初ね、最初僕最初お会いした時に、じゃあ写真撮らせてくださいって言うから、と思ってデジカメがだからまだ出始めた頃で、うんうんうん、なんか皆さんの顔をね、そうそう捉えたことないなって宮本さん。いや宮本さんもうそれは知ってるからですから。うん。そうそうそう。まあねえ、その、坪井さんや秀樹さんとか加博さんとかね、母さんとかいらっしゃった頃がその、うん、深夜ラジオの全盛の頃、うん、でそこから徐々にっていう今考えてみるとですね。うん、まあ、我々はだからあのその頃の遺産をずっと食いつないでいくだけではいかんっちゅうわけでしょ、うん、いつかその油田は枯れるわけですから、うん、で本当は宮本さんや僕がやってた頃にもう少し後輩の人たちに何か残しとかなあかんかったのかなという気もしないでもないですけど、うん、もうあとはだから2人とかに任せてですねやっていってもらうしかないです。僕はもうあの時にもうここでは油が出んと思ってね他の油田のある、ね、はい、そうそう、でもあのでもね、ずっと、うん、あのいろんな方の話聞いて、もう坪井さんもそうだけど、戸井君もそうだけど、ラジオが好きな人がやってる時が、うん、やっぱ一番いいよね。そうだね。うん、まあ時代時代って言うけど、うん、どうラジオは、うん、辛いって思ったらいかんかもしれない、ね、そうですね。生苦しみあるけど、うん、どうですか若手、はい、まあ、僕の場合はもうとにかくあのやらなきゃいけないなと思ってるんで、今年はちょっといろいろといろんなことのチャレンジを自分の中でしていきたいなと思っております。さあラジオの方では今もまだ放送の方が続いてますけれどもね、第2部ということでお楽しみいただきましたけれども、今夜復活ヤングスタジオ1430、1431、いかがだったでしょうか。40周年を迎えた岐阜放送にとってラジオの在り方っていうのはやっぱ本当に原点、改めてそんな感じがしますよね。今もちょうど練炭宮本戸井さんを中心にですけれどもね、まとめの方に入ってますが、本当に率直な意見が聞けたのかな、改めて社員としても思ったりなんかしますけれども、さあこの後はですね、お年玉テレビズバリ頭ショーでありますが、恒例の初日の出中継、お伝えをしていきたいと思います。今さっき外に出ましたけれども、月きれいに見えてます。星がきっちり見えています。このペースでいけば初日の出は十分に望めそうであります。それではこの後は初日の出中継、お楽しみに。久しぶりにラジオやってよかったじゃないですか。今年も広告企画デザインセンターの株式会社マルクをよろしくお願いいたします。